かつて八重垣神社は五頭天皇社と称し、お天皇さんと呼ばれ、人々に親しまれてきました。そしてこの八重垣神社の例祭でもある夏祭りは、地元の笠浜神宮の一節に、かわいい笠野にお天皇様なけりゃ土用の六月垂れ稼ぐと歌われたように、暑い暑い夏の土用の頃、このお天皇さん祭りに行くことだけを楽しみに、 ひたすら田畑の仕事に励んだということです。そんなお天皇様でしたが、あの東日本大震災で、社殿をはじめ、境内のすべての建造物が流されてしまいました。当時、あんなに大きな建物が一体どこに行ってしまったんだろうと、皆が言うように、それは忽然として、 何の跡形もなく姿を消してしまったのです。その後、神社を高台へ移すという選択肢もありました。しかし、氏子の方々の神社はここに残ってほしいという強い願いもあり、お天皇さんはどこにも行かない、ここにいると決まりました。そうして、まずは鎮守の森を再生すべく、植樹祭を開催。 平成24年6月、約530名の方々が、3300本の苗木を植樹し、再建への第一歩を踏み出しました。翌7月には、規模は小さいながらも、お天皇さん祭りを復活。酔い祭りには、バラバラになってしまった人たちが一斉に集まったかのごとく、大勢の人たちが境内に集い、たくさんの笑顔が溢れました。 そして翌日はみこし太平洋の荒波に向かうその姿は以前にも増して勇壮でそして美しいものでした現在植樹した苗木は順調に育ち大きいものでは人の背丈ほどにもなりましたそんな若い木々たちの中に林として佇む樹齢四百年の松の大木 長い時間にわたりこの地をそして人々を見守ってきたこの松の古木彼らはこれからどんな未来を見つめてゆくのでしょうか。